はじめの一歩を応援する音楽サービス専門店、平瀬楽器の平瀬智樹です。おはようございます。今回もですね、ありがたいことに質問いただきましたので、それについてお答えしたいと思います。これはピアノさんからの質問。質問があります。調律師さんって力って必要ですか、という質問。力ってこう腕力のことやと思うんですけども、腕力ね、いるようでいらんようで、でもいらんようでいるような仕事なんですよね。まずピアノの構造からお話ししますと、ピアノの弦ってね、一本一本がだいたい80キロから90キロぐらいの力でギューンと引っ張られてるんです。全体で約20トンぐらいの力がかかってるっていうふうに言われてます。なので、その80キロ90キロをこう自分の右手でね、こうギュ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 を回すわけですので、まあそれなりに力はいります。ただそこもその自分のこうつまんでギュッてやるわけじゃなくて、こう長い棒を刺してやりますからね、テコの原理で動きますので、まあ80キロのものをこうぐるっとやるわけではないんです。だからまあ多分 4,50 キロになるのかな、わかんないですけど、まあそこそこの力はいりますけども、それほどではないと思います。ただですね、それ以外のところで意外と力がいるんですよ。例えばグランドピアノのアクションを引き出すとかいうことがあるんです。出してで作業する、出しちゃってそこで作業する場合ありますよね。アップライトピアノの場合もそうです。アクションを取っちゃってで会社に持って帰って修理するとかいうのもあるんですね。だいたいアップライトピアノのアクションであれ15キロから20キロぐらいで、グランドピアノだったら30キロぐらいあるんです。まあ一瞬とは言ってもその30キロを持たないといけないので、まあそういう腕力は必要かなと。あとですね、ちょっと地味で見えにくいんですけども、我々が持っている工具の入ったカバン、あれがね、まあまあ重いんですよ。まあ便利やからってどん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 こう増えていくんですよね、工具がね。僕は今だいたいあれね、20キロぐらいあるかな。コロコロついたキャリーケースで運んでるんで、持つことは少ないですけども、それでもマンションの階段とかはそうやって運ばないといけないですし、でそれプラスそこに入りきらない道具とかもありますので、他に余分のものを持って動かないといけない時もあります。調律学校に入った時はやはり最初には力のいる仕事やでっていうふうに言われたのはこういうところなんですよね。実際の話として、その仕事自体に力がいるかどうか、筋トレしなきゃいけないかどうかっていうのはまあいらないと思います。ただその周りの見えない部分で結構力がいったりするので、そういうところはちょっとご注意いただいた方がいいかなと思います。本当に細細ガリガリではしんどい仕事かもしれません。でも女の子もたくさんいますのでね、そんなに難しくはないと思いますよ。普通にやっていただいたら慣れてきますしね、力がないからやめとこうって、そういう仕事ではないですので、ご安心ください。はい、というわけで今日の動画いかがでしたでしょうか。チャンネル登録、 LINE アットの登録、メールマガジンの登録、3点セットでぜひぜひよろしくお願いいたします。それとですね、今回もですね、質問に対する回答ということでこう動画を作らせていただいたんですけども、この形が非常にありがたいです。この動画の下のコメント欄に、まあ今日の感想でも嬉しいですし、また出てきた質問でも嬉しいです。全然関係ない楽器の質問とかでも全然構いませんので、何かしらこうコメントいただけるとこうモチベーションにもなりますし、動画のネタにもなりますので非常にありがたいです。ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。